本日は高松宮一部西武地区予選の試合の模様をお送りいたします。本日のお相手は所沢市強豪釜瀬浦さんです。僕の先輩や知り合いもいます。1番友がサードゴロ、相手のサードが矢のような送球でアウトにしていました。2番藤野、打ちまして同じくサードゴロ、華麗な守備と強肩で軽々アウト。そして終わり打者の川島、ドカンと打ちましたがセンターフライとなりました。やった！ゴールデンウィークイベント告知、みんなで野球しよう、5月4日土曜日入間市中央公園にて行います。ぜひとも参加してください。さあ行くぞ。そしてエクスプレスの守備ですね。ピッチャー翔平 TV、 オーダーはこのようになっております。1番バッター投手が嫌がる非常にいい1番です。初球から打ちに来ましたね。そして2球目、スライダーを見逃してストレート、これはボール、ギリギリボール、これも振らないと。際どいコースをファールにしてどんどん粘っていきます。まだまだ粘ります。これもファールとなります。またこれもファールとなります。そして10球も粘られ四球となってしまいました。非常にレベルの高い1番打者でした。そして2番バッターサードゴロのはずが、まさかのサードヤスさんが送球をミスりセーフとなりまして、ノーアウトランナー1・3塁となってしまいました。そして高みを目指そうということでチャンネル登録8000人でファイヤーズのグローブをプレゼントいたします。そしてお知らせ、チャンネル登録5000人突破で入間市にあるモンタンスポーツさんから翔平 TV 視聴者へグローブをプレゼントしていただけるそうです。応募条件はこのような感じになっております。インスタをフォローです。そして3番バッター、知り合いの金子選手、小学校時代から知り合いですね。まずスライダーでストライク、そしてこれはインスラですね、ギリギリボールとなりまして、お次のボールで先っぽ変な回転してピッチャー強襲、オールセーフとなってしまいまして1点先制されてしまいました。悔しい、とても悔しいですね。そして4番バッター、とてもがたいのいい4番バッターです。まずはスライダーでストライク、いつものスライダーですね。そしてアウトコースのまっすぐ外れまして、スライダー、アウトコース、スライダー、いいとこ決まりました。そしてストレートを打った打球はファーストコールとなりまして、ワンアウト2・3塁となりました。そして5番バッター前川選手、所沢リトル時代の一つ上の先輩、あの頃が懐かしいなぁと思いながら、所沢リトル先輩後輩対決となります。まずは得意のスライダーでストライクと、そしてお次渾身のスライダーでファーストフライとなりまして、この打席では翔平 TV の勝ち、後輩翔平の勝ちとなります。そしてお次のバッターはセカンドフライとなりチェンジとなりました。そしてエクスプレスの攻撃は4番の安さんが変化球で三振、
次の水村選手がショートがファンブルしセーフ、ランナー一塁。そしてタミちゃんが三振。素晴らしい投球をしているピッチャー、エクスプレス陣は全然打てません。次もサードゴロでチェンジとなります。そしてお次、ストレート外れましてボール。すごい落差のあるスライダーですね。でこれがちょっと高めに行きましたが、ストレート。そして出た、あ出た、インスラで三振となりました。そしてチェンジとなりまして、バッター翔平、バッティング練習ほぼほぼしてません。クソボールを打ちましてサードゴロと思いましたが、サードの悪送球でセーフとなります。ランナー二塁です。9番の丸ちゃんが送りバントを決め、ワンアウトランナー三塁となります。チャンスですね。そして1番友がバキーンバキーンパキーンとボキーンと打ちまして、タッチアップと思ったらセンターオーバーになりましてツーベース。これで1点取りまして、カマセーラ対エクスプレス1対1となります。それでチェンジになり、スライダーでストライク。これも結構曲がりの速いスライダーでしたね。はい、お気に入ったスライダー。そして高めのスライダー、これがセンターフライとなりました。そして次のバッター金子、金子選手もセンターフライとなります。そして4番バッターもバチコーンと打ちましたが、スライダーで詰まりセンターフライとなりましてチェンジとなりました。助かった。そしてお次エクスプレスの攻撃、好投手相手になかなかチャンスをつかめないエクスプレス、相手ピッチャーが良すぎて。そしてやってきました先輩後輩対決、スライダーでストライク。今日はねスライダーを多投でよろしくって言われたんで、わかりましたという感じでスライダーを使っております。これはストレートですね。アウトローギリギリいっぱい。そしてこれでスライダーですね。ファールボール。タミちゃん結構首やられたな。そしてまたまたスライダー、これもファールとなります。そして運命の一球です。ほっ、はい、スライダーで三振となりまして、いや本当に成長した姿を直で感じてもらって本当に光栄でした。はい、お次ファーストゴロ、で次のバッターがこれもファーストフライでチェンジとなりました。そしてバッター翔平 TV、 さっきはクソボールを打ってます、初球から行きましょうと。はい、全くタイミングが合っておりません。これは三振かと思ったらバコンバコン、これは入ったんじゃねえかと思ったらレフト線を軽く越えまして大ファールとなりました。これは三振前の大ファールですね。はい、これでなんだこれなんだこれ、技ありのヒットで出塁をしました。そして何事もなくチェンジとなりまして、はい、次ストレート、
はい、これもストレート、これはセカンドフライとなります。そしてこれもスライダーですね。これまっすぐ、結構渾身のまっすぐでしたね。これはスライダーでファーストフライとなりまして、そしてバッターが金子選手、サードゴロ、安さんが取って今度はナイスプレイ。そして4番バッターフォアボールとなってしまいまして、ワンアウトランナー1塁、ストレートでストライク、バッター前川先輩、エンドランを仕掛けてきまして、しかしショートがナイスプレイ、ツーアウトランナー2塁となります。そして6番バッター、まずは軽くスライダーを入れていきましょうと思ったら、ガーンと打たれまして、甘く入ったスライダーレフト線へ打たれまして、勝ち越されてしまいました。2対1となってしまいました。その後チェンジとなりまして、エクスプレスの攻撃、1番バッターはトモ、四球となります。2番の藤野が送りバント、ナイスバウンドです。これでワンアウトランナー2塁です。そしてバッター同点のチャンスで、バッター川島、5割バッター川島です。みんなの期待をしっかりと背負って、そしてパキーンと打った球はレフト前へと思いましたが、打球が変わりましてレフトが取れず、ランナーが生還、そしてバッターは三塁まで、渾身のヘッドスライディング、サードの股を抜いてセーフ、2対2の同点となりました。カマセヤラがミーティング、そして4番のヤスさん、ワンナー3塁からセカンドゴロ、打球が速くアウトとなりまして、ツーアウトランナー3塁。そして5番の水村さん、パキーンと打った球はファーストゴロ、ファーストがファンブル、ギリギリのプレーではありましたが、一塁がセーフ、そして三塁ランナーがホームインとなりまして、3対2になり、ピッチャー山澤さんに代わりショートゴロ、アウトとなります。そして2人目、追い込んでからの出たフォーク、フォークで三振となります。そして最終回2アウト、アウトコース、スライダーで三振、勝利、ゲームセットとなりまして、ギリギリ3対2で打ちました。一瞬も気が抜けない試合となりました。これで高松宮一部、西部地区代表となります。5月11日に行われる大会で、関東大会を目指します。対戦していただきました、鎌瀬原さん、本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。エクスプレス頑張れって思ってくれた方、チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。